皆さんこんばんは、上水ゆきでございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日はあえて退屈な日を過ごすというお話をしたいと思います。最近ですね、なかなか忙しくてじっくり考え事をする時間っていうのが減っているなぁと思ってます。最近何してるかっていうと、まあ2社に勤めていて、1社はもうね8年ぐらいやってる会社なんですけど、まあ、自分は取締役というポジションでですね、現場はだいぶ減ってきたんですけど、まあ会議中心でね、いろんなこと決めていると。でもう一社はですね、この春、今年の春ですね、作った自分一人の個人会社で、中小企業のですねコンサルティングをしたり、個性的でちょっと面白いなと思う方のプロデュースみたいなことやったり、ポッドキャスト等のですねメディアをやったりという感じで、あとはまあ仕事とは別にですね、趣味でバンド活動をやったりと、まあ、そういうのも含めると大小合わせてね、おそらく20個ぐらいプロジェクトを並行しやってるんだろうなという感じですね。まあ、中にはね、その生活するためのまあお金を稼ぐということがね、とても大事になってくるプロジェクトもあれば、単純に楽しくてやってるというようなプロジェクトも混ざってるんですけども、まあそういった大小合わせていろんなプロジェクトをやっていると。まあ、それに付随するね作業みたいなのは一人で黙々とやるんですけど、基本的にはですねプロジェクトを一緒にやってるメンバーと物事を前に進めていくということで、結構ね人と過ごす時間っていうのがたくさんあります。でまあ平日にね全部予定が入るわけでもなくて、まあイベントとかをやろうと思うと土日にやってみたり、もしくは、平日に予定が詰まっててね、作業ができなかったということで、土日に作業を入れたりっていう感じで、結構ね、まあまあ、それなりに忙しく過ごしています。まあ寝れなくなるほどね、忙しいわけじゃないんですけども、やることはこう無限にあるかなと、やろうと思うとやることは無限にあるという状況で、まあ気ぜわしいという感じですね。ただね、幸い全部自分で始めていることなので、まあ、全部やりたいことってことで苦ではないです。単純に、手が足りないというか忙しい感じですという状況なんですが、まあ、そうね忙しくしているとやっぱりねこう足元みたいなものを見失いがちだなと思うんですよ。で、まあ、休みの日みたいな概念もだんだんなくなってきて、まあフリーランスあるあるみたいなことだと思うんですけど、自分で決めれるがゆえに休みを設けるのは難しくて働いてしまうみたいなやつですよね。休むタイミングみたいなのを見失うみたいなのもあるので、ずっとなんか仕事してる、まあ遊びと仕事がこう一体化してるからずっと遊んでるでもあるんだけども、ずっとオンの状態だなっていうふうに思うんですよね。でそこでね、先日まあ、一日ねあえて思いっきり退屈な日を過ごすと、もう一切そういった活動をせずに、なんか漫画読んだり散歩したりみたいな、ゆっくりするという日を一日過ごす。そうすると、まあ、僕の性格からするとそれってやっぱ退屈でなんかしたくなるんだけど、でもそこでもやっぱりパソコンは開かない、もうダラダラするという感じで、もう本当一日ですね過ごす。そしたらやるべきことがたくさんあるって素晴らしいなみたいな感覚になれたんですよね。一回その自分の役割みたいなのを全部剥がして何にもないみたいな一日を過ごすことで、改めてですねいろんなプロジェクトに従事できていることに対するねこうありがたさとか、まあ、一緒に関わってくれる人がいることに対する感謝であるとかですね、そういった気持ちがね芽生えてきたんで、やっぱりこの足元を
もう一回見つめ直す、今ある環境状況みたいなものを客観的にというかですね、まあやることがあるってすごいありがたいことだよなーと実感する時間みたいなのを持つのが、結果ですね、また翌日から頑張ろうという気持ちになったりするっていう意味ではね、一日何もできなかったっていう、作業が止まってたとかね、いうこと以上のですね、そこで失ったものというか、止まってた時間以上の得られるものがあるなーというふうに思ったんで、何ですかね、休みの日にリフレッシュしようと思ってなんか活動を詰め込んでしまう、休もうと必死になるとか、休みなんだから好きなことをしなきゃと思って必死になるとか、休みがもったいないから生産するとかっていう感じで、やっぱり休みの日まで気ぜわしくですねやってる方、これ聞いてる方でいらっしゃればですね、休みの日に思いっきり休む、退屈に過ごすっていうのをですね、時々やってみるっていうのをお勧めしたいなと思います、まあ、僕にはこれはすごい合ってますね。休みの日になんか遊ぶじゃなくて、やっぱり僕はプロジェクトにも遊びの要素みたいなのが入ってるやつが結構たくさんあるので、まあそこでね遊べるんで楽しめるんでっていうのが前提としてあるんですけども、休みの日まで遊ぼうと必死になるんじゃなくて、あえて何もしないみたいな日を作ることで、何かすることがあるって素晴らしいなという認識に自分を持っていく、また明日から頑張ろうという気持ちになるみたいなこともありましたので、僕はねそういう感じで休んでいこうかなと思いました。なのでカレンダーにですね、その何もしない日っていうのをね月に2回入れるようにしています。その日はもうね、こういったポッドキャスト もねやらない、本当にもうただダラダラするっていうのを月に2回休むみたいな日をね作って、ね、あ、いろんな活動があるってありがたいなと実感する日にしたいなと思ってます。休みの日にですね、いろいろやっちゃう方、ぜひ参考にしていただけるといいんじゃないかなと思います。あえて思いっきり退屈な日を過ごしてみてください。本日は以上です。またお会いしましょう。さようなら。